まあ、西武側 の、 その守備ですね、シフトを見て今の格好をして今度はもうちゃんと送るとは思うんですけどね、はい、あこう突っ込んでこないなという。ファーストメヒアの上をワンバウンドで越えていきます。セカンドランナー三塁ベースを蹴る、ボールライトを拾いますがバックホームはできません。2点目が入ります。2対0とマリーンズのリードは1点広がります。普通はああいうケースで、あのバスターバッティング、バスターやってこないと思うんですけどね、まあ、セーブ打線か、セーブの守備側が、ね、全然突っ込む気もないんですよね、はい、だからこれ下手したら本当あの大変なあの作戦だったんですけどね、まあ、メヒアはちょっとこう前寄りだったもんですからね、頭の上いいワンバウンドに抜けましたね。清田のタイムリーヒットになりました。ラッキーだったですね。